まあ、日本代表という場所は、そうですね、まあ、怪我にとかも成功なくてもらうと思いますし、まあ、そういう中でも、やはり、本当にアジアの点を戦えるやはり、そういう状況でもやはり勝たなければいけないと思いますし、まあ、そして、まあ、自分は、まあ、選手だけじゃなくて、まあ、代表チームにすごく信頼してますから、まあ、UAE 戦のように帰ってくれることを祈ってます。まあ、試合後ロッカールーム行って少しだけ、まあ、挨拶とか、まあ、頑張ってきてなっていうふうな話はしましたけど、まあ、みんなそうですね、ワールドカップ戦最終戦厳しい、全てが厳しい試合ですし、まあ、楽な試合は一つもないというのも分かってますし、まあ、その中で、まあ、環境だったり、難しい部分も多々あると思いますけど、まあ、今チームにいないので、やれることは限られてますけど、まあ、ただ先ほど言ったように仲間を信頼していて、まあ、そういうことなんです。まあ、もちろんその辺は、まあ、日本代表に経験ある選手を揃っているので、まあ、想定している形とは違うシチュエーションになることも試合の中ではあると思うので、まあ、ゲームの中でいかに選手がピッチの中で考えて、プレーできるかというのはすごく大事だと思うので、まあ、そこは、一つポイントになるんじゃないかと思います。まあ、非常にだいぶ良くなってきて、まあ、スプリントに近いこともできますし、ボールも中距離ぐらいのボールも出てますし、あとは体重といいますか、まあ、相手がいる中での動きっていうのをこれから、やっていって、まあ、それで人がどういうリアクションをするかっていう、まあ、これまでは順調ですけど、まあ、これからが大事かなっていうのもあって、まあ、これから、まあ、もう少しこう日本でやりますけど、まあ、5月の、まあ、下旬から、まあ、中旬から下旬には向こうに戻ろうかなと思って、まあ、ただチームの指導には、まあ、できれば一緒に全てやりたいなと思います。あとはやはり自分が生まれ育ったその静岡、はい、という場所で自分の経験とか自分がこう今まで得てきたものっていうものを伝えたいと思います。まあ、その、まあ、ここに関してこの浜松という場所に関して人とのつながりで、まあ、ここでも開講できることになったので、そうですね、個人的には、まずは本当に故郷にというか育ってもらった静岡にという思いをするので、このように年齢世代広い場所を確保できましたし、まあ、そしてトレーニング前に、まあ、勉強する場所もね、ここは確保できたので、まあ、そういう場所を見つけるのは、まあ、なかなか難しいんですけど、ここはそういう素晴らしい環境が整っているので、藤枝学校と、基本的には同じ、カルチャーで、夏に来た時にとにかく暑かったというイメージがありまして、もちろん、浜名とか、聖霊とか、そういう、まあ、高校時代はそういうチームと対戦しましたし、まあ、小学校の時には、まあ、こちらである、浜名湖カップとかありましたね、まあ、そういうものにも自分も参加してましたし、まあ、そしてこっち、まあ、浜松でも、ね、知り合いも多くいましたし、まあ、本当にさまざまな方の、協力があってこのようにできますし、まあ、それと特にそういう友人であったりがいろいろな情報といいますかね、何がこの浜松で求められているかっていうのも情報をくれるので、まあ、そういう情報に、答えられるような、そういう需要に、自分たちが答えられるようなものをこれからも、この浜松という場所で、まあ、そしてね、とにかく、なんていうの、
まあ、市としてね、浜松市、まあ、そしてこの浜松市だけじゃなく、この西部地区のポテンシャルというか、そういうところにも、ね、可能性をすごく感じているので、まあ、そこは自分も何か携われたなと。なっていうのがあります、ね。まあ子供たちにはとにかく、まあ僕が伝えられるというのはやはり自分がこれまでプロとしてね、15年以上プレーしてきたその掛け合いのない経験だと思うので、まあ、自分が経験してきてることはなかなかこう日本人今までの日本人のサッカー選手はなかなか経験しないことだと思うので、まあ、そういうことをうまく伝えていけたらなと思います。